ひでるさん、こんにちは。こんにちは。何してんの？見たらわかるでしょ、イカになってんの。なんでイカになって、日向ぼっこか。そう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 、日向ぼっこです。そうです、そうです。なんか、明日らへんにさ、はい、まあ、フェスが、明日じゃないけど、フェスがあるんだけど、はい、チーム投票したか。あ、投票しましたよ。え、今着てる？もしかして来てます、来てます。あ、だから隠してたのか、俺に。え、違う、日向ぼっこだよ。日向ぼっこか。そうそうそう。え、ちなみにどのチームにしたのよ、ひでおさんは。いや、教えたくない、僕は。なんで？だって真似されちゃうもん。え、いや、真似しないよ、俺だって投票したもん。え、投票したの？投票したよ。うん。なんで？そうなんだ。俺、じゃあ、ひろさんのチーム、当てるわ。あ、予想してくれるの？あ、予想するよ。じゃあ、当てて。カスタード。なんで？なんで、なんで、なんで？だって、それ、予想になってないもん。なんで？え、カスタード。ちゃんと理由がないとダメだよ。いやいやいや、理由は、あれだよ。見た目が、顔の色が。あ、シュークリームって言いたいの？そう、そう。最低なんて言ってんの。でも言ってないもん、俺今言ってないけど、自分で言った。うわ、シュークリームって言ったことなの。見た目がシュークリームだからカスタードにするんだからって。うわ、最低なんですけど。いいじゃん。でも、ウルちゃんシュークリーム好きでしょ。ああ、俺シュークリーム好きだよ。あ、じゃあ僕のこと好きなんだ。リアードパパが好き。あ？リアードパパが一番好き。パパよりヒレオさんでしょ。パパの方がいいよ、パパの方が好きだよ。あ、じゃあ僕、ヒレオパパになるわ。は？ひろさん、答え合わせしましょう。いきます。えい、いいぞ。え、フェイント。はい、3、2、1、どうぞ。おいうえ、あ、え、なになに、あ、シュークリームじゃん。そうだよ。シュークリームや、これ。ほら、めちゃめちゃ見えないのか、これ。ガロン持ってるからちょっと見にくいけど、僕がシュークリーム、これ。お、見える見える見える。邪魔邪魔邪魔。だって僕顔がシュークリームだから。あ、やっぱそうなんじゃん、理由。